八坂山の春は早い山桜に始まり、ソメイヨシノに続き小葉の三つ葉ツツジやいろんな山桜が咲きます。ウグイスが鳴き、オオルリの声も聞こえます。4月中旬に八坂山の富山城跡付近の桜やツツジを撮影しました。八坂本町より小岩駅を通り奥の本丸まで行き、滑り山野山の尾根を映しました。富山城の絵図が江戸の中期に描かれました。富山城は平安中期に北向八幡宮の宮司の先祖の富山大将重興が山頂に砦を築きました。7年に町内100人で みんなで1本ずつ植えようということで100本ずっとこの一帯に植えております。小岩池は城の水の手と言われています。広場には2本の早咲きと遅咲きの山桜の大木があります。南北朝時代に関東から来た松田元国とその息子元隆が富山市を攻め、土肥の富山城を築きました。三つの神奈川を本城として200年間西備前を統治しました。信長の戦国時代に宇喜多直家が松田を滅ぼし、その弟忠家が本格的な石垣の山城を築きました。その息子直盛が最後となりました。岡山城城主宇喜多秀家のいとこです。幕府の命令により小早川秀明が城を壊しました。岡山城にあった国宝の石山門はこの大手門を移築したと伝えられ、戦災で焼けました。小津なんですよ。それかこれが切り堀いうか、で橋があったらしゅう清掃で、まあこれちょっとルートが違うけど、まあ、こういう上がってきたんですね。で昔はこういう、まあ、4箇所この櫓があって、ここが二の丸なんです。ここ今ここにおるんですね。で、もうこの辺はまあ断崖絶壁になって、まあ、これが本丸です。で、ここがまあ一部、まあ、北の丸が残った。あとはもうこういうところも石切られてから。Thank you.
養生岩は吉備津彦命が陣を張ったところと言われ、笹ヶ瀬川沿いに桃太郎伝説の地、源平合戦の古戦場が見えます。年4回下草刈り、倒木処理、間伐をしています。二の丸からは岡山ドーム、常山、小島湾、小豆島、三竿山、市街地、岡山駅、京山、岡山大学、一宮高校が眺望できます。祭りの4月3日に船遊さんをして弁当を食べ楽しんでいました。本丸跡に行く道の周りはいろんな山桜があり、オオルリの鳴き声も聞こえます。城跡は万成石の採掘により半分も残っていません。葉っぱの火薬が仕掛けられていました。昭和42年に岡山市教育委員会により城の発掘調査が行われました。二
2層構造の200平方メートルの本丸がありました。礎石のみ残っています。瓦、釘、茶碗、硯などが出ました。特に硯は黒と朱の2色で生活とともに執務も行われていたということを伺わせます。松田家主従子孫の玉松会が700年ぶりに来られ、本丸跡に塔婆を建てました。崖を隔てて遠くに北の丸跡が見えるところには、秋には赤い実をつける小豆なしの大木を中心にツツジが群生をしています。眼下に八坂大橋や遠くに吉備津彦神社、木之城の西門が見えます。本丸の石垣は2、3段しか残っていません。滑り山は八坂山の中心部にあり、昔より子どもたちが楽しんでいます。富山城跡が遠望できます。明洞岩より東に15分ほど歩くと魚見山に着きます。元に元の大野小学校がありました。市街地が身近に眺望できます。古墳が60ほどあると言われ、壊れるか露出しています。大安寺駅登山道の途中にある円墳の法寺古墳は盛り土が残り保存されています。野山変電所の尾根もツツジが多く、小岩池の山桜が眼下に眺められる場所があります。高山の自然や史跡をみんなで大切に保全しましょう。この八坂道路では100年以上の歴史があります。したがってここの太鼓とか音頭を歌うのは岡山市内に88小学校加わって道路で約数十カ所でやっているそうですけど、このような本格的な盆踊りをしているところは数ヶ月くらいありません。だから非常に誇りに残ってきています。100年以上聞いています。そういうことで開会にあたりまして、八坂町内会長の姿が高いというのを申し上げます。
安賀山は岡山市近郊四山で市街地の眺望がよく固有の小葉の三葉土が群生しています。大宮山の麓にあった大野小学校から登ると遠くに小島湾小島湖が見えます。漁師が大宮山から魚の群れを見ていました。吉備の穴埋が岡山平野に変わっていきました。子供の頃は笹ヶ瀬川に潮が上がってきて潮干狩りもできました。海舟が上がってきていました。船飯はもちろん時にうなぎが取れるのが楽しみでした。昭和35年に小島湖が締め切られ、世界最大の人造湖の誕生に夢が膨らんだものでした。ところが船遊びをしていた大川の沼は市街地からの汚水ゴミで汚染され、昭和37年頃より埋め立てられました。一休は北長瀬の昔の名前です。夏休みには残った水路で川舟に乗せていました。避難学区では水の環境教育が盛んです。毎年魚見山より8人の道民に集まってきます。安賀山山頂の富山城跡に向かって歩き、照山を過ぎ、辻街道を抜けていきます。平安時代中期に富山市が富山城を築き、松田市、浮田市と城主が変わりました。今は城跡のみで万成石の採掘により半分しか残っていません。4月1日にはロサンゼルス近郊在住の同窓船によるもみじの食事を行いました。また4月13日には恒例の土祭りを行いました。水をやってください。おかしいなって感じだけど、どうや、ええか。三の丸跡には長く咲く大和白桜やいろんな山桜があります。本丸の北には小豆なしの大木を中心に土が群生しています。ここより吉備地がよく見えます。稲の出丸跡より小岩家にかけても土の見どころです。直家の弟忠家には二人の息子がいて、長男の元家は八山合戦で亡くなり、弟の秋家が富山城の最後の城主となり、後に佐々木直盛は千姫事件を起こしました。小岩池前の広場には3月22日にまず千姫の桜が咲き、続いて26日に直盛桜、そして安坂山で最も大きい与太郎元家桜が4月6日に満開となりました。野山の尾根より見事です。小岩池では土が生え、鯉が泳いでいます。
野山の尾根の辻広場をはじめ見どころが多くあります。今後も小島湖を見守っていきます。